休、今日は金曜日ですけれども、担当するのは私古谷香織です。よろしくお願いいたします。さあこのね、10月から FM ホット839の夕方の情報番組、新しく夕焼けホット839というタイトルでね、リニューアルいたしました。あの番組自体は今週の火曜日からスタートしましたね。あの今週は月曜日が体育の日で祝日だったので、まあお休み明けの火曜日の表原雅子さんから始まりまして、水曜日は美香さん、木曜日は曽我由里さん、そして金曜日は私古谷香織がこれまでと同じく担当させていただきます。ということで金曜日としてはね、初回の放送となります。なんかね、あのやっぱりちょっと気分も新たになりますよね。少し新しいコーナーが増えたりとか、まあ、こうやって今流れているオープニングテーマ曲、あとは BGM なんかも新しくなっていますのでね、皆さんにも新鮮な気持ちで聞いていただけるのではないかなと思います。今日からもまた新たによろしくお願いいたします。さあそれでは今日のメニューからご紹介していきましょう。まず4時台の前半では地域の話題、快適生活ラジオショッピングでは今日は京都祇園赤い監修豪華三段重和洋ファミリーおせち七福をご紹介します。そして4時台の後半では、ここで新しいコーナー、365日の誕生花、今日のね誕生花をご紹介いたします。そして毎週バリの情報、旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナー、4時台最後は相川町インフォメーション、5時台の前半では町緑校舎、後半ではピザーラお届け情報、そして5時台最後は相模原インフォメーションをお送りします。そして6時台最後は東京町田インフォメーションをお送りします。あの新たに夕焼けホット839になりまして、6時のリクエストというね新しいコーナーも始まったんですけれども、あの金曜日はねこれまでも時間帯に限らず、あの4時台からどんどんリクエスト曲おかけしていたので、そこら辺も変わらずね、これまで通り常に4時台からどんどんリクエスト曲おかけしようと思いますので、ぜひねメッセージと合わせて番組の方まで送っていただければと思います。さあということで夕焼けホット839金曜日初回の放送、ぜひ最後までお付き合いください。まずは交通情報と天気予報、伝えてくれるのは引き続き柴田千佳さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではまずはじめに道路状況をお伝えします。津久井街道相模湖方面城山高校前で1キロ、国道16号線横浜方面橋本御佐路で1キロ、反対方向八王子方面中和田宇野森でともに1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、県道座間山都線相模原方面小松原で1キロ、北里通り昭和橋方面へ向かう車相模原公園入り口で1キロ、村富線矢部方面星ヶ丘で1キロ、おしまいに市道小淵浅見沿台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今日の天気は曇り時々晴れでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は深夜まで 0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は
午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお続けください。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。改めまして FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ、夕焼けホット839、金曜日、今日がね初回の放送となります。やっぱりね、気分、新たな気分になるものですね。こうやって話し始める時の BGM もね、今までとは違ったりすると、やっぱり違う番組になったんだなっていうのをすごく実感します。さあ、今日は、まあそんな初回の放送ということで、メッセージテーマなんですけれども、やっぱりね、今日の私、とにかく気をつけなくてはいけないっていうのが、うっかり、金曜ハミングと言わないようにしなければいけませんよね。やっぱりね、今までずっと11年間金曜ハミングって言ってたので、ポロッとね、無意識のうちに出てしまうんじゃないかなっていうのがすごく心配で、今私の目の前にも大きくですね、夕焼けホット839って書いた紙を目の前に置いて放送しているんですけれども、まあ、とにかくうっかり金曜ハミングと言わないように気をつけようかと思っております。さあ、ついうっかりっていうことはよくあることですよね。まあ、うっかり忘れてしまったとか、うっかり寝坊してしまったなどなど、身近なところでもやっぱりうっかりミスっていうのはあるんじゃないかなと思いますが、そんな時うっかりミスしないように何かしている対策っていうのはありますか？ということで、今日のメッセージテーマ、うっかりミス防止法というテーマでメッセージ募集していきたいなと思います。メールの方は 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。 FM ホット839の、ね、ホームページからも、送っていただけます。メールフォームがあるんですが、今ね、夕焼けホット839のページにはまだメッセージフォーム準備中のようでないようですね。ぜひメールアドレス 839@fmhot.jp の方まで送ってください。さあ、そしてこの夕焼けホット839では曲のリクエストも募集しております。80年代以降の J-POP 中心で、ぜひね、リクエストありましたら送ってください。ということで、今日のメッセージテーマはうっかりミス防止法ということで、今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエストお待ちしています。さあ、1曲目をお届けする曲はトマトさんからいただいたリクエストです。
TOKIO でアンビシャスジャパン。トマトさん、メッセージも書いてきてくださっています。金曜ハミングからの真相回転おめでとうございます。ありがとうございます。うっかりミス防止法、とりあえず指差し確認かな。指差し確認しても後からうっかりミスがあったなんてことがあるので、あまり当てにはなりませんが、というふうに書いていますけれども、まあでも指差しながらね、確認するっていうのはやっぱり大事ですよね。それだけ注意もすることができますからね。メッセージリクエストありがとうございました。なんかこう新しくねリニューアルして一番最初の曲にぴったりですね。なんかそんな旅立ちの歌ですね。トマトさんからのリクエストは TOKIO でアンビシャスジャパンでした。ここで地域の話題をお送りします。橋本子どもセンター移転へという話題です。緑区橋本にある橋本子どもセンターが2019年度をめどに移転改築します。リニア中央新幹線の新駅設置に伴うもので、移転先は近隣にある朝日中学校の敷地内、県立相原高校の南側、かつてカナリア児童館があった場所に立地する橋本子どもセンター。平成の初め頃、施設内で自由に遊んだり勉強したりする従来の児童館になりました。小学1年から3年生までの児童を預かる放課後児童クラブなどの機能を備えた子どもセンターが市内各地で開設される中、カナリア児童館も建て替えられ、1994年4月に橋本子どもセンターとしてオープンしました。市内には現在24の子どもセンターがあり、
緑区内には橋本のほか大島、城山、二本松に設置されています。現在の橋本子どもセンターの立地場所が2027年に開業を目指すリニア中央新幹線神奈川県駅の工事予定地であることから、市では今年4月ごろから移転先を検討。近隣にある朝日中学校のグラウンド西側、バレーボール、バスケットボールコートがあるあたりに建設する方針を固めました。この移設により施設の延べ床面積が現在の600平方メートルから850平方メートルほどに拡大、児童クラブ室も広くなり定員が113人から150人程度に増えます。市によれば近隣の橋本小学校の児童が利用する現在の児童クラブはほぼ満員状態。今後児童数増加を見込む市では児童クラブの待機児童解消に期待しています。今後の事業としては今年度中に基本実施設計事業者と委託契約、2017年度に設計を完成させ18年度に着工、開館は19年度になる予定です。現在の施設は利用できない期間を作らないよう新施設開館後閉館の手順を踏んでいくということです。今現在の児童クラブ室から、ね、かなり大きくなって定員が113人から150人程度に増えるということで、まあね、児童クラブの待機児童解消に期待が持てるということです。以上、地域の話題をお送りしました。さあ、ここからは0120-68-1288快適生活ラジオショッピング。まだまだ先と思っているとあっという間に迫ってくる年末年始、そしてお正月の食卓に欠かせないものといえば、そう、おせちです。早めの申し込みで割引特典がついたり、送料や手数料が無料になったりと、今やおせちは早めの予約が当たり前。今日はこの時期ならではのスーパー早割価格でご紹介させていただきます。2017年の幕開けを飾る快適生活オリジナルのおせち、1月から準備を始めておせち専門バイヤーのプロの目でしっかり吟味しています。しかも世界的に権威のあるあの格付けガイドブックに6回も掲載された京都祇園の名店教会席赤井が監修したおせちなんです。しかもグルメでおなじみ俳優の梅宮達夫さんに実際にお召し上がりいただいて太鼓判を押していただきました。今日 ご用意したのは豪華三段重のおせち七福。福を呼ぶと親しまれてきた7つの福の神から名前が付けられました。およそ21センチ四方のお重に色とりどりのお料理がぎっしり、中でも一番に目に飛び込んでくるのは長崎県産の焼き鯛です。身はふっくらで鯛飯や鯛茶漬けにしても美味しいです。
その横には子孫繁栄の言われもある数の子や田作り、黒豆などの定番料理、甘辛風味のマダラコ昆布に焼き湯葉巻き、紅茶合鴨スライスや煮込みハンバーグなど、目にも鮮やかな珍しいお料理も入っています。どのお料理も優しい味付けで、ご年配の方からお子様まで、ご家族皆様で楽しんでいただけます。監修をしていただいた赤井の店主である阿部博樹さんは、素材選びから下ごしらえ、調理、盛り付け、すべてにこだわったおせち料理、目で楽しみ、舌で味わい、心ゆくまでお楽しみくださいとおっしゃっています。こだわり抜いたお料理、その数なんと全37品、およそ3人前から4人前がぎっしり詰まっています。梅宮達夫さんも、梅宮家の定番、見た目、味、ボリュームも満点で言うことなしと太鼓判を押してくださいました。年末年始の予定はまだわからないという方や、他に気になるおせちがあるという方も、ご予約ということでお気軽にお申し込みください。今回はなんと11月30日までキャンセルを受けたまわります。もちろんキャンセル料はいただきませんので、ご安心ください。冷凍でお届けしますので、解凍していただいたらお正月に蓋を開けるだけで OK です。豪華三段重、和洋ファミリーおせち七福、通常価格は13,800円ですが、今日は早めのご予約ということで、さらに4,000円お値引きさせていただきます。年末までいろいろな特典をご用意しておりますが、今回より安くなることはありません。この時期お申し込みいただいた方だけの特典、スーパー早割価格、なんと9,800円、9,800円です。しかも送料も代引き手数料も無料です。俳優梅宮達夫さんにも、言うことなしと太鼓判をいただいた京都祇園赤井監修豪華三段重和洋ファミリーおせち七福、37品目、3人前から4人前でスーパー早割価格9,800円、送料無料です。祝い星も3,000円お付けいたします。なお、お値段は税別となっております。お申し込みはフリーダイヤル 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番までどうぞ。今日は京都祇園赤井監修豪華三段重和洋ファミリーおせち七福をご紹介しました。快適生活ラジオショッピングでした。タイトルも変わって新規一転、引き続きよろしくお願いしますというメッセージとともにリクエストいただきました。お送りする曲は K.I. レジェンドさんからのリクエスト、海援隊で新しい人へ。
敬愛レジェンドさん、メッセージも書いてきてくださっています。今日のテーマ、うっかりミス防止法。僕は毎朝6時きっかりには起きれるように、携帯のアラームを6時に合わせて寝坊しないようにしています。あと僕の会社はシフト制なので、この日が出勤日でこの日は休みとか常にカレンダーにチェックするように心がけています。あとは忘れ物しないように、前日のうちに持っていくものは準備するようにしています。でもたまにうっかりして忘れちゃうことがあるので、それだけが心配なんですがね、ということで、そう、私も忘れ物しないように次の日持っていくものっていうのは、こう前日にはね、バッグの中に入れておくようにするんですけども、そうしないとね、やっぱり後でやろうって思うと忘れちゃったりするんですよね。さあ、皆さんもうっかりミス防止法あったら、ぜひ番組の方まで教えてください。メールの方は839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。リクエスト曲もね、募集しておりますので、もしありましたらメッセージとともに送ってください。ということで、お送りした曲、敬愛レジェンドさんからいただいたリクエスト、海援隊で新しい人へでした。 CM の後はこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は4時30分になりました。夕焼けホット839、金曜日お送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さん、お願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本御砂路宇野森でともに1キロ、反対方向八王子方面宇野森で1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、北里通り昭和橋方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ、村富線矢部方面星ヶ丘で1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今日の天気は曇り時々晴れでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は深夜まで 0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報と天気予報は5時頃お伝えします。
新しく始まりました365日の誕生花のコーナーです。365日、その日にちなんだ花があります。それを誕生花と言います。誕生花の由来はギリシャ・ローマの神話時代に遡ります。その頃、花や木々は神秘的な力や神からのメッセージを宿すものと考えられていたそうです。このコーナーではそんな誕生花をご紹介します。10月14日、今日の誕生花はテランセラ。テランセラは比喩科の常緑多年草で、原産地は熱帯アメリカです。秋になると葉が赤くなるアモエナと、黄金色になるベッドジッキアナという2種類があります。変身という花言葉は葉が色づく特徴を表しています。栽培方法は株分け、挿し芽で増やします。植え付けは秋と春、日当たりと水はけのいいところを好みます。観賞期間は9月から10月。丈夫で育てやすい植物ですが、耐寒性は弱く、冬越しには最低5度以上が必要です。今日10月14日生まれのあなたは、押し出しがよく、かなり自信家の人、プライドも高く、交際する相手をうるさく選ぶ傾向があります。一度挫折すると極度に落ち込む脆い面もあるようです。ちなみに今日10月14日に生まれた有名人は、長作ひろみさん、加藤貴子さん、ゆずの岩沢浩二さんです。テランセラは花というより葉を楽しむ観葉植物で、ちょうど今の時期に花壇などでその葉っぱの色の美しさを楽しめる植物なんですよね。誕生花はその解釈によって複数存在します。365日の誕生花ではそのうちの一つをご紹介していきます。ぜひ参考になさってください。毎週バリの情報と旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーではステージ21の下田社長に電話でお話をお伺いしています。それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。はい、こんにちは。あの、番組がリニューアルしたんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第1回目に出していただいて光栄です。いや、そんなことはい、あの、これからも楽しいお話をね、ぜひ聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は会社ではなく外にいらっしゃるということなんですが、今どちらにいらっしゃるんですか。はい、今日はね、あの、リゾートデュオのバンビーノっていうのを栃木に申し出しましてね、はい、今その帰りで、はい、圏央道の、はい、所沢パーキングエリアに駐車しております。あ、そうなんですね、はい、パーキングエリアから
電話でということで、ね、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、秋といえば行楽シーズンだと思うんですけれども、あの旅泊者でのね、星空鑑賞なんかはこれからの時期最高ですよね。いいですね。あの、そんな目的で購入される方なんていうのもいらっしゃったりするんでしょうか。うん、あのね、いらっしゃるんですよ。例えばうちのお客さんでね、カメラがお好きで、はい、特に富士山を撮ってらっしゃるって方いらっしゃいましたね。あ、そうですか。はい、あの、赤富士とかいろんな富士山をいろんなところから、はい、撮るのに旅泊者がすごく適しているっていうのかな。なるほど。はい、そういう方いらっしゃいます。もういろんな目的でやっぱり買われる方多いですよね。はい、そうですよね。まあ、あの、キャンピングカーなら本当に思い立った時に出かけられますし、まあ、自分たちでね、はい、場所選びとかもできますからね。そうですね。もう例えばお天気悪かったら今日中止って感じもできますしね。はい、いきなり行くこともできるし、はい、あの、もしペットなんかいらしたらね、はい、あの、ホテルも予約しないでそのままペット連れて行けちゃいますしね。うん、すごく便利ですよね。そうですね。本当に身軽に行動に移せるっていうのがね、キャンピングカーのいいところですよね。そうですね。はい。さあ、まあ、これからね、本当に行楽シーズンで旅泊者大活躍なんじゃないかなと思うんですが、はいね、来月は、はい、あの、お台場で大きなイベントがあると伺っているんですが、はい、そちらの詳細を教えていただけますか。はい、名称がお台場キャンピングカーショーかな。はい。11月のあの5日6日の土曜日曜ですね。はい。これで大体200台ぐらい、あの、集まると思うんですが。200台、結構規模的には大きいですよね。そうなんです。あの、はい、ちょうどお台場の海浜公園っていうのかな、あの、はい、目の前にフジテレビがあって、ぐるーっとあの、あれはなんていうんですか、あの電車。あ、ゆりかもめですかね。はい、そうです、そうです、そうです。あれがね、ぐるっと走ってましてね。はい。そこにあの、広い敷地があるんですね。はい。そこで行われるものですから、はい、もう、キャンピングカー、山ほど集まって。それで例えば土曜日はね、今回はね、10時から夜のね、7時までやるだそうです。結構、あの、いつもね、もうちょっと夕方ぐらいで終わってしまうイメージがあるんですが、長いんですね。はい、あのね、夜のキャンピングカーを見ていただこうっていう思考みたいですね。あ、なるほど。はい、例えば普通キャンピングカーって昼間じゃないですか。夜になると例えば室内どのくらいこう明かりを取れてるのかとか、はいはい、いろんな問題もありますんでね。はいはい、でそれと同時にご希望の方は敷地の一部を開放して、はい、そこでお車で車中泊できるように仕込んでるみたいですよ。あ、そうなんですね。はい。ですからもう本当、都心のど真ん中でね、はい、車中泊をするっていう醍醐味があると思いますね。なるほど。で、ね、ちょっとなんか体験するのには、はい、そういうイベントで体験すると、やっぱり不安も少なくていいですよね。そうですね。面白いと思いますし、また結構そういう時ってプロの方っていうのかな。はい。もう、長年やってらっしゃる方もよくキャンピングカーでお見えになるんで、いろんなお話とか情報を聞き出せるんじゃないでしょうかね。なるほど。そういう方たちから情報を得られるっていうのもいいですね。そうですね。はい。7時まで行われるのが5日の土曜日の方ですね。はい、そうです。で、6日は通常に10時から5時までですね。はい。わかりました。はい、こちらは、料金とかはかかるんですか？はい。入場料かかりましてね。はい。確か大人800円だったかな。あ、わかりました。800円ですね。はい、まあでも200台のね、キャンピングカーを見ることができて、いろんなお話伺えるっていうのは、キャンピングカー好きな方にとってはね、もう本当におすすめのイベントですね。そうですね。いろいろ迷ってることとか質問とかってたくさんあるじゃないですか。でなかなかお店の人に聞けないんですよね。結局自分のところの車の売り込みにつながっていっちゃうんで、はいはい、そうじゃなくてやっぱりお乗りになってる方の経験談を聞くと、うん、すごく遠いところからこうなんて言うんだろう、アドバイスしていただけるっていうのかな。はいはい、その人に合ったアドバイスをいただけると思うんでね。なるほど。すごく貴重だと思いますよ。わかりました。ちなみに下田さんのところからはどの車をお持ちになるんですか？はい、うちはね、2台持っていこうかと思って、最終的にまだ車種は決まってないんですが、はい、今売り出し中のボンゴっていう、マツダのボンゴっていうワンボックスですね。はい、それと、今日も納車してきたんですが、売れ筋の日産の、エバリアっていうやっぱりワンボックスがあるんですが、はい、その多分2台ぐらいを持っていこうかな。
かなと思ってます。わかりました。当日はじゃあ下田さんも会場にいらっしゃるんですかね。はい、もちろんありますので、はい、じゃあぜひね、はい、11月5日の土曜日、6日の日曜日、はい、お台場の方にね、はい、お出かけになっていただきたいと思います。はい、ぜひおいでください。さて、バリのお話もお伺いしたいと思うんですけれども、はい、あのバリのスーパーマーケットで買えるお土産を教えてくださいと、FM ホットのスタッフから質問をいただいたので、いやいやいや、どなたかバリに行かれるのかな。ねえ、もしかしたらということで、何か、あのスーパーマーケットで買えるお土産でおすすめのものってございますか。ね、あのね、今あの結構大きいスーパーマーケット行かれますとね、はい、あの地元の方よりもどっちかっていうと観光客をターゲットにした品揃いしているコーナーがあります、はい、コーナーがあるんですね。あります、あります。そこに行くとね、例えば現地で作られているあのナチュラルソープですね、はいはい、それからあとはね、例えば現地だとルルールっていうんですけど、それをつけてこう、肌に塗ると角質が取れるみたいなのとか、はい、あとクリームバスの音みたいなのとか、はい、そういう女性が喜ぶような、あとヘアビタミンとかね、そういうのがねかなり充実してお安く売ってますね。あ、そういうね、ソープとか、まあはい、あの石鹸ですよねとか、はいはいはい、なんか小物ですとお土産にね持って帰るのにもそんなにかさばらなくて良さそうですね。そうですね、小さくていいと思いますよ。分かりました、そういう、はい、じゃあ、 あの観光客向けのコーナーがあるっていうことですね、はい、あります、あります。あとはまあ普通に食べ物、食料品ですね、はい、そういうのとかもあのお土産に持って帰ったら結構喜ばれるのたくさんありますしね、はい、あの辛いソースみたいなのもたくさん売ってますから。分かりました。はい、はい、ぜひね、じゃあ、 あの FM ホットのスタッフが旅行に行かれた際には、はい、そこら辺のお土産買ってきてもらいたいなと思います。そうですね、はい、こういうの買ってきてってリクエストすると、そうですね、あの僕の方に聞いていただくと、あそこのここ行くといいですよみたいなご返事できると思います。 ありがとうございます。はい、はい、ということで下田さん、今日もたくさんのお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回からもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。さあ、ということで今日もね、下田さんに電話でお話お伺いしました。旅博者の情報、そしてバリに関する情報でした。下田さんに聞きたい質問ありましたら、ぜひ番組の方までお寄せください。これからバリに旅行に行くんだけれど、その前に聞いておきたい、そんな質問、それから旅博者買いたいんだけれどもこういうところ悩んでるんですよねといった質問など、お待ちしております。メールの方は 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。そしてあの旅博者の情報、キャンピングカーショーなどの、ね、情報はステージ21のホームページ、 Facebook などでも情報を見ていただくことができます。インターネットで、カタカナでステージ数字の21で検索していただきますとすぐホームページ出てきますので、ぜひこちらの方も合わせてご覧になってみてください。以上、毎週バリの情報と旅博者の情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。さあ、ここでメッセージいただいています。ご紹介しましょう。ラジオネーム白ポロさん、ありがとうございます。今日の、ね、メッセージテーマはうっかりミス防止法なんですけれども、月が変わった時です。過去に日付を書き間違えたことが何度かあるので、書くときは焦らず落ち着いて書きますというメッセージいただきました。確かにね、月替わりの時って一瞬わからなくなりますよね。さあ、そんな白ポロさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ゆずで栄光の架け橋。
クエストくださった白ころさん、明日で42歳になりますということで、1日早いですがお誕生日おめでとうございます。素敵な1年にしてくださいね。お送りした曲は白ころさんからいただいたリクエスト、ゆずで栄光の架け橋でした。代わってお送りする曲はほえちゃんからいただいたリクエストです。谷村あゆみで生まれたての朝。度忘れが多くなったのでメモを取るようにしたのですが、いちいちメモ帳を出したりペンを出したりするのが面倒くさいことが分かり、スマホのカレンダーに打ち込むことにしました。今はね、もうスマホ本当に大活躍です。私も何かあるとすぐスマホにメモしたりしていますよ。さあ、そんなほえちゃんからいただいたリクエスト、谷村由美で生まれたての朝でした。この後は愛川町インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方5時を回りました。夕焼けホット839、金曜日を担当しているのは私古谷香織です。夕方4時から放送をスタートいたしまして、この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日は夕焼けホット839の、ね、金曜日としては初回の放送となっています。さあメッセージいただいていますのでご紹介したいと思うんですけれども、西門の張り切り親父さん、ファックスありがとうございます。香織さん、ここのところ急に秋めいてまいりましたね。朝晩の冷え込みで体調を崩したりしていませんか。さて今週から金曜日の夕焼けホット839も新番組スタートとなりましたね。これまでのトワイライトハミング、金曜ハミング同様、大いに楽しませていただきたいと思いますので、これからもどうかくれぐれも体調に気をつけてお仕事頑張ってください、ということでメッセージありがとうございます。本当にね、ここのところちょっと気温がまたぐっと低くなってきて、だいぶ私にとっては寒いなって思うようになってきました。でもやっぱり日中まだ日がある時とかはね、ちょっと室内に入ったりするとまだ暑かったりとかして、本当に何を着ようっていうのを毎日悩んでいますね。上手にね、温度調整しながら皆さんも体調崩したりしないようにお気をつけください。さあ5時台のメニューですけれども、この後5時台の前半では町緑校舎情報、そして後半ではピザーラお届け情報、5時台最後は相模原インフォメーションとお送りしていきます。どうぞこの後もお付き合いください。それではここでこの時間の交通情報と天気予報、伝えてくれるのは柴田千佳さんです。お願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本御佐路で1キロ、反対方向八王子方面、中和田宇野森でともに1キロ、国道246号線渋谷方面、厚木市文化会館前で1キロ、町田街道相原方面、町田市時和で1キロ。県道座間山都線、相模原方面、総武台団地入り口で1キロ。鶴川街道、相模原方面、金井入り口で1キロ。北里通りです。昭和橋方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ。村富線、矢部方面、星ヶ丘で1キロ。おしまいに、市道小淵浅溝台線です。小淵方面、小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。さあ今日のメッセージテーマはうっかりミス防止法なんですけれども、柴千佳ちゃんは何かありますか。はい、うっかりミス防止法は私はよくしなきゃいけないことを忘れるということが多いので、うんうん、はい、携帯のアラーム機能を使って、うん、例えば5時にどこどこに行かなきゃいけないっていう時は4時半ぐらいに前もってアラームでセットして行きますよっていうような注意をするように心がけてます。なるほどね。なんかメモをするだけじゃなくって、はい、アラームで知らせてくれるとそうなんです。なお、はい、ね、うっかり忘れちゃうっていうことが防げそうですよね。うっかりしてるとメモしたことも忘れてしまうので、そうだよね、もう音で知らせるっていうのは、あ、これはいいですね。結構いいと思います。わかりました。はい、はい、じゃあこの後もよろしくお願いします。さあ5時台からは交通情報、15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分頃です。
ここで公益社団法人相模原法人会中央北支部からのお知らせです。相模原法人会では10月29日土曜日と30日日曜日の2日間淵野公園で行われる相模原フェスタ2016の会場で税金を知ってもらうためのブースを出展します。内容は簡単な税金クイズ、答えてくれた皆さんには粗品を進呈いたします。また体験コーナーでは1億円の重さと大きさを実感、大人も子どもも楽しめるイベントです。時間は29日、30日、両日とも朝10時から夕方の5時まで。ぜひお子様と一緒にご来場ください。この時間は相模原フェスタ2016会場で行う法人会イベントのお知らせでした。5時台もリクエスト曲かけていきますよ。またまたキッチマッタさんからいただいたリクエストです。ブラックビスケッツでタイミング。うっかりミス防止法は一昔前はポストイットを使って目につきやすい場所に貼っていました。今では Google のメモアプリでスマホやパソコン、タブレットを同期させています。いろんなアプリと連携するので便利すぎて手放せません。ということで皆さんだんだんデジタル化されていますね。使いこなしている感じがします。さあ、またまたキッチマッタさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はブラックビスケッツでタイミングでした。代わってお送りする曲はキューちゃんからいただいたリクエストです。コメコメクラブでロマン飛行。
エストくださったきゅうちゃんもメッセージ書いてきてくださっています。うっかり防止法、スケジュールは電子手帳に記録するだけでなく部屋のカレンダーにも書き入れて二重に確認するようにしています。まあそれでもやっちまうことはあるんですけどね、ということで。でもね、二重に確認するっていうの大事ですよね、ポイントですね。さあそんなきゅうちゃんからいただいたリクエストは、コメコメクラブでロマン飛行でした。代わってお送りする曲は水玉スニーカーさんからのリクエストです。山口百恵でしなやかに歌って。うっかりミス防止法、手荷物、バッグ、とにかく手から離してしまったら忘れます。だからムーミンママのように何が何でも腕からバッグを離しません。重たい荷物だった時の次の日は筋肉痛です。あーね、でもやっぱり大事なものはこう離さずね、持っているのが安心ですよね。ちょっと筋肉痛になるのは辛いですけどね。さあそんな水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、お送りした曲は山口百恵でしなやかに歌ってでした。時刻は間もなく5時16分になるところです。ここでこの時間の交通情報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路、宇野森でともに1キロ。反対方向、八王子方面、宇野森、橋本駅南入り口でともに1キロ。国道246号線、渋谷方面、厚木市文化会館前で1キロ。町田街道、相原方面、町田市ときわで1キロ。県道座間大和線、相模原方面、総武台団地入り口で1キロ。鶴川街道、相模原方面、金井入り口で1キロ。おしまいに、市道小淵浅見蔵大線です。小淵方面、小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。はい、交通情報は柴田千佳さんでした。だいぶ外を薄暗くなり始めていますね。ドライバーの皆さん、車のライトしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は5時30分頃です。 CM の後は町緑校舎情報をお送りします。Thank you.
池田哲彦さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。荒井由実であの日に帰りたい。失礼しました。少し音飛びをしてしまいましたね。申し訳ありません。池田哲彦さんメッセージも書いてきてくださっています。うっかりミスをなくすためにイベントなどに出かける際は前日に持っていくものをカバンに詰め準備しておき、出発前にも再度チェックします。またなるべく目覚ましが鳴る時間より前に起きるよう心がけています。ということで、やっぱりね、事前に持っていくものを用意するとか二重にチェックするとかっていうのはね、結構皆さんやってらっしゃるんですね。お送りした曲は池田哲彦さんからいただいたリクエスト、荒井由実であの日に帰りたいでした。神奈川県行政書士会相模原支部該当無料相談会のお知らせです。遺言、相続、成年後見、交通事故などでお困りの方、会社設立、事業開始に関するご相談をご希望の方のために、神奈川県行政書士会相模原支部では該当無料相談会を開催します。10月15日土曜日は伊勢丹相模原店2階正面入り口前、10月22日土曜日は京王線橋本駅改札前自由通路、時間は午前10時から午後4時までです。行政書士は法律に基づく国家資格者で、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成などを行います。最近市民の皆さんが観光所に書類を提出する機会が多くなっています。また社会生活の複雑・高度化などに伴い、書類の作成に高度な知識を要する場合も増加してきています。行政書士が観光所に提出する書類等を正確・迅速に作ることで、皆さんの生活上の諸権利・諸利益が守られるという公共的利益があります。行政書士の役割は身近であるとともに、複雑・多様なコンサルティングを含む行政手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として地域の皆さんのお役に立てればと、毎年該当相談会を開催しています。ぜひこの機会をご利用ください。神奈川県行政書士会相模原支部該当無料相談会のお知らせでした。
時刻は5時30分を回りました。夕焼けホット839、金曜日は私古谷香織が担当しています。さあこの時間の外、このね番組のタイトル夕焼けホット839にぴったりの綺麗な夕焼け空をしていますよ。余裕のある方ぜひね西の空を眺めてみてください。さあそれではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線八王子方面宇野森橋本駅南入り口でともに1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、町田街道相原方面町田市時和で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、おしまいに北里通りです。国道16号方面へ向かう車、西大沼で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。さあ今ね本当に夕焼けが綺麗なんですけれども、ドライバーの皆さん夕焼けに見とれていたらね危ないですからね、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は5時45分頃です。ザカさんからリクエストいただきました。10月14日、今日は鉄道の日なんですということでこの曲をリクエストいただきました。お送りする曲、私古谷香織で Railway Stories。今日も列車は動き
っかりミス防止法は出かける前や作業などをする直前に指を指しながらもう一度確認すること。指で確認する動作は3割のミスを防ぐそうなんです。ということで私のミス防止法は指差し確認ですね。ということで、ね、よく電車の運転士さんとか車掌さんとかもね指差し確認されてますもんね。ということで今日はね鉄道の日ということでこのねリクエストいただきました。ザカさんからいただいたリクエストは私古谷香織でレイルウェイストーリーズでした。さあ同じく鉄道の日なのでということでねリクエストいただきました。今度はイグロさんからいただいたリクエストです。鬼塚千尋でいい日旅立ち西へ。イグロさんのうっかりミス防止法は指差し確認です。特に車を運転している時にやっていますということで、結構ね指差し確認しているっていう方も多いですね。さあそんなイグロさんからいただいたリクエスト、鬼塚千尋でいい日旅立ち西へでした。さあ山口百恵さんの曲もリクエストいただいております。福井のしゅんさんからいただいたリクエストお届けしましょう。今の時期にねぴったりですね。山口百恵でコスモス。
病院に通院していますが、何度かうっかり忘れました。今はスマホの予定表に1時間前に警報することにしました。もううっかり忘れはなくなりましたということで、1時間前にアラームを鳴らすっていうことですかね。やっぱりこうやって忘れないようにってしてる方多いんですね。さあ、そんな津久井のしゅんさんからいただいたリクエスト、今日はね、山口百恵さんの曲よくリクエストをいただきましたね。お送りした曲はコスモスでした。今日の夕焼けホット839、金曜日のメッセージテーマはうっかりミス防止法です。今のところ私大丈夫かな、金曜ハミングって言ってないかな一応ね、目の前にはオープニングでもお話ししました通り、新しいタイトル夕焼けホット839って書いた紙をね、目の前に置いて放送しております。さあ、皆さんのうっかりミス防止法ご紹介していきましょう。リンリンテピカリンさん、ありがとうございます。私の場合、心ここにあらずでうっかりミスを起こしやすいので、自分の行動パターンを把握しておくことがうっかりミスの防止法です。ちなみにミスをするときは、慌てていたり急がないといけないときにミスを起こしやすいので、急ぐときはバタバタしないこと、慌てないこと、怒らないことを心に留めています。ただうっかりミスを防止するよりも、怪我だけをしないようにと思う方がうっかりミスを防止できるのかもしれませんよね。ということで、確かにね、なんか慌てていたりとか、急いでいたり、バタバタ忙しかったりするとね、いつもはちゃんと覚えてられるのにうっかり忘れちゃうっていうこと起こりやすいですよね。そういう、状況を作らないようにね、落ち着くとか、心に余裕を持つとか、そういうこともね、大事なことかもしれませんよね。リンリンテピカリンさん、ありがとうございました。さあ、それから世界の本田さんからもいただいています。私もカオリンと同じく紙に書いて目の前に貼っておきます。仕事でよくあるのですが、夕方にやらなければいけない仕事を朝一に頼まれること、何も対処しておかないとまず忘れてしまいます。だからメモ用紙に大きく書いてモニターの下に貼り付け、うっかりミスしないようにしています。原始的ですが、これが一番確実なんですよね。ということで、同じく紙に書いて見えるところに貼っておくっていうことですね。今日ご紹介した中では、やっぱりスマホとかをね、上手に活用している方も多かったですけれども、やっぱり原始的なね、紙に書いてこう見えるところに置いておくっていうのも、やっぱりね、防止する策の一つなんじゃないですかね。さあ、まだまだあなたからのメッセージもお待ちしています。今日のメッセージテーマはうっかりミス防止法です。メールの方は839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。まだまだメッセージ、そしてリクエストお待ちしています。時刻は5時45分30秒を回りました。ここでこの時間の交通情報、柴田千佳さん、お願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本御砂路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面、中和田宇野森でともに1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、国道129号線八王子方面関口で2キロ、町田街道相原方面町田市朝日町木曽時和でそれぞれ1キロ、県道座間大和線です。
相模原方面総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路厚木方面総武台前で1キロ、北里通りです。国道16号方面へ向かう車、西大沼で1キロ、反対方向昭和橋方面相模原公園入り口で1キロ、県道相模原相川線横山方面上溝バイパスで1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ、反対方向大沼方面西大沼で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。はい、交通情報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。次の交通情報は6時頃です。ピザーラお届け情報。毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。さあ、今日は新作の熟成ミートデラックスとプレミアムマルゲリータの耳までシリーズをお届けしましょう。まずは耳までソーセージ熟成ミートデラックス。旨味を凝縮させた熟成サラミ、粗挽きでソフトな食感の熟成イタリアンサラミ、ペッパー風味で香り高い味わいの熟成ペッパーソーセージ、アップルウッドで丁寧にスモークした熟成アップルウッドベーコン、こだわり抜いた4種類の熟成ミートで贅沢に仕上げた熟成ミートデラックスに、パリッとした食感のジューシーなソーセージを耳に巻き込んだ贅沢な一品です。耳までソーセージ熟成ミートデラックス、お値段は税抜きで M サイズ2830円、 L サイズ4300円。続いて耳までチーズプレミアムマルゲリータ、2種類のトマトソースに2種類のフレッシュトマト、モッツァレラチーズも増量し、ピザーラ大人気のマルゲリータを贅沢かつ豪華に仕上げました。これで十分プレミアムなんですが、耳までチーズはさらに5種類のナチュラルチーズを耳に巻き込みました。ナチュラルチーズならではのコクのある味わいと軽やかな食感を最後まで味わえます。フレッシュバジル、オリーブオイルは別添えですので、お好みに合わせてお使いください。プレミアムマルゲリータ、お値段は M サイズ2530円、L サイズ3860円です。そして、この新作ピザ2品が同時に食べられるのが、ピザーラアルティザンです。パリッとした食感のジューシーなソーセージと5種類のナチュラルチーズを耳に巻き込みました。中心部はプレミアムマルゲリータ、熟成ミートデラックス、テリマヨコーン、ベーコンポテトの4種類が楽しめる大満足のクォーターピザです。ピザーラアルティザン、お値段は税別で M サイズ2630円、L サイズ3930円です。ピザーラの美味しさは一つ一つ厳選した素材と手間をかけた製法から生まれます。
この秋ははしご酒ならずピザーラのはしごピザなんていうのはいかがでしょうか。以上、ピザーラお届け情報でした。すっとこどっこいしょうさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。テレサテンで空港。うっかりミス防止法は指差し点呼ですね。それやってもしくじることもあるので何の役にも立たないことがたまにあります。ということで指差し確認ね、本当に多いです。さあ、そんなすっとこどっこいしょうさんなんですが、朝から仕事で台湾に来ていますということでね、飛行機に乗られたのでこの曲をリクエストしてくださったのかな。さあ、まだまだあなたからのメッセージもお待ちしています。うっかりミス防止法ありましたらぜひ番組まで教えてください。メールの方は 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。お送りした曲はすっとこどっこいしょうさんからいただいたリクエスト、テレサテンで空港でした。この後は相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。夕焼けホット839、金曜日を担当しているのは私古谷香織です。夕方4時から放送をお送りしていますが、この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあこの時間になると昼間はね、まあなんかカラッとした爽やかな秋の陽気っていう感じで、でもちょっと室内に入ると蒸し暑かったりして、スタジオの中も少しね高めで冷房を入れてたんですけれども、だいぶ日が沈んでくると涼しくなってきますね。ということで冷房も切りましたね。本当に今の時期はやっぱりこの体温調整が難しいのでね、明日もまた朝なんかはね結構冷え込んだりするかもしれません。皆さん気をつけてくださいね。さあ6時台のメニューなんですけれども、6時台はですねメッセージそれからリクエストの方もどんどんかけていきます。月曜日から木曜日まではね6時台6時のリクエストという新コーナーでお送りしているんですが、金曜日はね6時台に限らず、どの時間でもリクエスト曲募集しております。そして6時台の後半では全国のニュース、そして最後は東京町田インフォメーションお送りします。そして今日のメッセージテーマはうっかりミス防止法です。ついついうっかりミスをしてしまうっていうこと誰にでもあるんじゃないかなと思うんですが、そういうミスを防ぐために何かしていることあったらぜひ番組の方まで教えてください。メールの方は839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までお寄せください。お待ちしています。それではこの後もぜひお付き合いください。それではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面橋本御砂路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面中和田宇野森でともに1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市立病院前文化会館前でともに1キロ、国道129号線八王子方面山際で2キロ、反対方向厚木方面金田で1キロ、町田街道横浜方面町田市辻で2キロ、反対方向相原方面中央橋北で1キロ、木曽で2キロ、時和で1キロ、相原で2キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路です。厚木方面総武台前で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車相模原公園入り口で2キロ、反対方向昭和橋方面へ向かう車相模原公園入り口で1キロ、村富線矢部方面星ヶ丘で2キロ、反対方向座間方面総武台団地入り口で3キロ、おしまいに市道小淵浅見沿台線です。小淵方面は小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報、柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は6時15分頃です。
ひろやじさんからリクエストいただきました。起床時間の朝5時も真っ暗になりました。寝起きに元気一発の歌をということで、お送りする曲はジ・アルフィーで希望の鐘が鳴る朝に。書いてきてくださっています。ポカミス防止法、私はパソコンのデスクトップ画面に電子付箋で注意コメントを残しています。ただしそのまま丸×に注意なんて書くと周りのスタッフに見られると恥ずかしいので、隠語や暗号もどきとしています。だから他人が見るとなんじゃこれと逆に恥ずかしいかなということで、そんな隠語にしなきゃいけないようなことを書いてるんですか。逆にね、どんなことを書いてるのかが気になっちゃいますけれども、新生夕焼けホット金曜日いいですね。これからも金半身から通算555回目の放送、まさに555楽しみです。ということでメッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲はひろおやじさんからいただいたリクエスト、ジ・アルフィーで希望の鐘が鳴る朝にでした。代わってお送りする曲はちたたかさんからいただいたリクエストです。リスナーさんからのメールにもありましたが、自分もスマホのスケジュール機能が役立っています。なんせ自分は人よりも忘れっぽいので、スマホなどに頼らないとうっかりどころか毎度毎度のミスになってしまいます。なのでスマホを忘れた時はそりゃもう大変ですね。かなりスマホに頼られているということで、やっぱりスマホ忘れちゃったりすると大変っていう人多いんじゃないでしょうか。私もその一人だと思うんですが、さあそんなちたたかさんからは、このね FM ホット 839FM 相模開局10周年の時に作った曲をお届けしましょう。相模の風に乗って。
お送りした曲は千田貴さんからいただいたリクエスト、 FM ホット 839 FM 相模の開局10周年記念ソング、相模の風に乗ってでした。代わってお送りする曲はムツゴロウさんからいただいたリクエストです。牧原紀之でラブレター。うっかりミス防止法は、必要なことはメモをして済んだらチェックしようと思ってメモがどこかに行っちゃいます。本当に大事なことはボールペンで手に書きます。あー、メモがなくなったらね、もうどうしようもないですからね。手に書いちゃうっていうのもこれもありですね。さあ、そんなムツゴロウさんからいただいたリクエストは牧原紀之でラブレターでした。
時刻は6時18分になりました。ここでこの時間の交通情報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路小渕でともに1キロ、反対方向八王子方面中和田、宇野森、橋本駅南入り口でそれぞれ1キロ、国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、国道129号線八王子方面山際で2キロ、反対方向厚木方面金田で1キロ、町田街道横浜方面町田市中央橋北で2キロ、反対方向相原方面時和で1キロ、小山で2キロ、県道座間大和線相模原方面総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路厚木方面総武台前で1キロ、北里通りです。昭和橋方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、村富線矢部方面星ヶ丘で1キロ、反対方向座間方面総武台団地入り口で1キロ、県道相模原相川線横山方面上溝バイパス上溝ともに1キロ、おしまいに市道小渕浅溝台線です。小渕方面は小渕駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。現在小田急線に遅れが出ています。午後3時57分に総武台前駅から座間駅間で通常と異なる音を感知したため、現在小田原線下り小田原方面は一部の列車が遅れています。小田原線町田駅から秦野駅間下り小田原方面は10分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。交通情報でした。はい、交通情報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は6時30分頃です。イゴールヒロちゃんちんさんからいただいたリクエストお届けしましょう。桑田佳祐で明日晴れるかな。
っかりミス防止法は出勤時間がバラバラなので仕事のシフト表が出るとスマホのスケジュール帳にこの日は〇〇のコースと書き込みをして書き込み間違えることや急な変更もあるのでスマホとシフト表のお互いをチェックしてなるべく間違わないようにしています。出勤時間がバラバラっていうのが私もそうなんですけれどもね、時間が間違えやすいんですよね。念入りなチェックがね必要になってきますよね。さあそんなイゴールヒロちゃんちんさんからいただいたリクエスト、桑田佳祐で明日晴れるかなお送りしました。代わってお送りする曲はハリハリ仮面ライダーさんからいただいたリクエストです。矢沢永吉で Yes My Love 愛はいつも。うっかりミス防止法、電話で相手と話をしているときや何かを思いついたときには忘れないように紙に書いて記録すること、漢字や意味がわからなくなったときには国語辞典を使って確認することです。ということでやっぱりねメモを取ったり調べたりっていうことは大事ですよね。さあハリハリ仮面ライダーさんからいただいたリクエストは矢沢永吉で Yes My Love 愛はいつもでした。代わってお送りする曲は雪中庵さんからいただいたリクエストです。私古谷香織で Wish。雪中庵さんからのリクエストは古谷香織でウィッシュでした。
時刻は6時30分を回りました。夕焼けホット839金曜日を担当しているのは私古谷香織です。それではこの時間の交通情報と天気予報を伝えていただきましょう。柴田千佳さん、お願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面中和田宇野森でともに1キロ、橋本駅南入り口で2キロ。国道246号線渋谷方面厚木市文化会館前で1キロ、国道129号線厚木方面金田で1キロ、町田街道相原方面町田市中央橋北で1キロ、相原で2キロ。県道座間山都線相模原方面小松原総武台団地入り口でともに1キロ。行幸道路です。厚木方面総武台前で1キロ、村富線座間方面総武台団地入り口で1キロ。おしまいに市道小淵浅見戸台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。現在小田急線に遅れが出ています。午後3時57分に総武台前駅から座間駅間で通常と異なる音を感知したため、小田原線下り小田原方面は一部の列車が遅れています。小田原線町田駅から秦野駅間下り小田原方面は10分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて明日の天気は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の最高気温は22度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分頃です。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。熊本地震から今日で半年です。ここでニュースをお伝えします。震度7の地震に2度見舞われた熊本地震から今日で半年となります。熊本では整備予定の仮設団地や
9割完成するなど、被災者の多くは生活再建の一歩を踏み出そうとしていますが、その一方で倒壊した家屋の工費による解体が進まないなど、課題も山積しています。タイのプピモン国王の死去から一夜明け、タイでは全土で悲しみが広がっています。タイでは今日から亡くなった国王の喪に服する期間に入りました。プミポン国王の死去は日本時間の昨日の夜に発表され、王宮の前では国王の死を悼む儀式に集まった人たちの長い列ができました。今日から喪に服する期間に入ったタイでは、すべてのテレビ番組が白黒で放送されていて、さらに観光庁では半旗が掲げられるなど、絶大な信頼と人気を誇った国王の死に国中が悲しみに包まれています。こうした中、プラユット暫定首相は、新しい国王にワチラロンコン皇太子が即位する見通しを示しました。また、喪に服する期間を1年とし、国民に娯楽活動の30日間の自粛を要請しています。タイでは今年8月の国民投票で民政復帰に向けた新しい憲法の草案が賛成多数となりましたが、公布・施行には国王の承認が必要で、国王の死去が今後の政治日程に影響する可能性があります。アメリカ大統領選挙の共和党候補、ドナルド・トランプ氏に同意なく体を触られたり、キスされたりしたと主張する女性の証言をニューヨーク・タイムズが報じたことについて、トランプ氏は13日、記事はでっち上げで作り話だなどと強く反発しました。トランプ氏はメディアはクリントン陣営と結託して悪意のある攻撃を仕掛けているなどと強く反発しています。こうした中、ワシントンポストの電子版は13日付の社説で、大統領選挙で民主党候補のヒラリー・クリントン氏を支持すると表明しました。社説ではクリントン氏について粘り強く困難にめげず聡明だと絶賛する一方、トランプ氏については偏見に満ち、無知で自己中心的でアメリカと世界を深刻な危険にさらすと酷評した上で、大統領候補の資格はないとしています。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は、昨日より82円ほど高い16,856円37銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、昨日より34銭円安ドル高の1ドル104円20銭で大方の取引を終えました。以上、ニュースをお伝えしました。池さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。荒井由実でルージュの伝言。
っかりミス防止法ですが、私もうっかりミスは多いので、その対策は日々模索中です。以前は手帳にその日にすること、必要なものなどをメモして確認していました。現在はスマホのタスク管理のアプリで代用しています。しかし、ここまでやってもうっかりミスはやってしまいます。これは一生治らないのでしょうね。ということで、ね、池さんは、スマホのアプリでね、管理をしているというメッセージありがとうございました。さあ、お送りした曲なんですが、池さんからいただいたリクエスト、荒井由実でルージュの伝言でした。変わってはポテコさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。 FM ホット839の開局20周年記念ソングです。あなたとホット839。風が街の色を変えるように流れてくる歌が季節を知らせる。日々の頼りに描く想いが笑顔の輪になる。あなたの隣に寄り添うように、いつでも心に語りかけてる。晴れ渡る朝も雨の夜私は。うっかりが多いから、カレンダーに分かっている予定はすべて記入しています。アナログは私だけかなということなんですが、そんなことないです。私もね、アナログですよ。割と紙に書いて見てね、確認した方が落ち着くタイプです。そんなポテコさんはね、歌を覚えたいのでということでこの曲をリクエストしてくださいました。そう言っていただけるとね、すごい嬉しいですね。これからもあの FM ホット839でね、たくさん流していきますので、ぜひぜひ覚えていただいて一緒に歌ってくださいね。お送りした曲はポテコさんからいただいたリクエスト、 FM ホット839開局20周年記念ソング、あなたとホット839でした。きっと素敵な日、あなたとホット時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、
反対方向、八王子方面、中和田、宇野森、橋本駅南入り口でそれぞれ1キロ。国道129号線、厚木方面、関口で1キロ。町田街道、相原方面、町田市中央橋北で1キロ。県道座間大和線、相模原方面、小松原で1キロ。鶴川街道、相模原方面、金井入り口で1キロ。村富線、矢部方面、星ヶ丘で2キロ。おしまいに、市道小淵浅見蔵大線です。小淵方面、小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。現在、小田急線に遅れが出ています。午後3時57分に、総武台前駅から座間駅間で、通常と異なる音を感知したため、小田原線、下り小田原方面は一部の列車が遅れています。小田原線、海老名駅から小田原駅間の下り小田原方面、10分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。交通情報でした。はい、交通情報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。夕方4時からお送りしてきました夕焼けホット839金曜日、お相手は私古谷香織でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、夕焼けホット839、いよいよね今週から始まりまして、金曜日としては今日が初回の放送でした。さあ、メッセージまだいただいているのでね、ご紹介していきたいと思います。ひげパパ&お団子ママさん、ありがとうございます。こんばんは。夕日綺麗でしたね。2階の窓からゆっくり眺めました。かおりちゃんの第1回の放送おめでとうございます。とっても気に入っている誕生花のコーナー楽しみです。私の誕生日の時はなんて、3ヶ月も先のこと心待ちにしています。急に寒くなりました。体調にお気をつけくださいね、ということで、はい、新しくね誕生花のコーナー、365日の誕生花というコーナーもスタートしました。やっぱりね、自分の誕生日はどんな花なのかなっていうのが気になりますよね。ぜひぜひ楽しみに待っていてくださいね。さあ、それから雪中庵さん、今日のねテーマはうっかりミス防止法ですが、年を取ると忘れっぽくなるので手帳は必須です。仕事の予定から買い物まで一冊の手帳にびっしり書き込んでいます。忘れて出勤すると仕事になりません。まだ香里さんはそんなことないですよね、ということなんですが、私もねそこら辺はアナログで、やっぱり普通の手帳今でも使っています。やっぱりね手帳に書くのが好きなんですよね。それを持ち歩いていて、まあ忘れるとやっぱりちょっと一日なんかどうしていいか分からなくなったりするので、必ず忘れないようにはしています。雪中庵さん、ありがとうございます。さあ、エンディングではね、引き続き柴千佳ちゃんにも最後までお付き合いください。はい、お願いします。さあ、メッセージ続けてご紹介していきましょう。プラレールさん、うっかりミス防止法は指差し確認&声出しでした。忘れてはいけないものリストなど、一つ一つ指で指しながら声を出して一つ一つ確認する、それだけです。声に出すというのがミソです。ですが、
確認以前の問題でちゃんとリストを作る、これですね。旅行に出かける前に準備したリストから一番肝心な切符が抜け落ちていて、危うく列車に乗り遅れそうになったことがあります。他のものは全部揃っていたのに、その時には途中で気がついて慌てて取りに帰ってなんとかなりました。ちゃんとリストを作りましょうということなんですけれども、そうですね、リストを作っても大事な切符書き忘れてたらね、うん、しょうがないですよね。あの柴千佳ちゃんは結構ね、はい、いろんなところ旅に行ったりすることも多いので、まあ、飛行機の切符だったりとか、はい、あの電車の切符だったりとかを、はい、まあ、持って出かけるわけじゃないですか、はい、なんか忘れてしまったなんていうことは今まではないですか？私はパスポートを忘れそうになり、うん、危ないかけたことがあります。あ、そう、それはじゃあ途中で気がついたりしたのかな。そうですね、やっぱりパスポートはなきゃいけないっていう一番大事なものなので、はい、鍵と一緒に机の上に置いて、うん、置いたんですけど、はい、それで鍵を持って、うん、何を思ったかそのパスポートを持たずに机の上に置いたまま鍵と一緒に置いといたんですよね。あの 隣合わせで置いておいたんですけ ど、うん、けどあもう時間が行かなきゃって言ってこう、うん、出て電車乗るときに、あ、パスポートパスポートって気づいてそこで持っとったんでいいんですけど、うん、危うくね、パスポート忘れたらもう飛行機に乗り遅れちゃうとかね、うん、そうなんですよ、そういうことになるからね、うん、まあ良かったですね、ちゃんと途中で気がついてね、はい、さあそれからまだまだいただいていますが、ソリさん、自分は大切なことを何回か繰り返し口に出して覚えることです、うん、やっぱり口に出すっていうのも大事ですか ね、うん、そうですね。そしてサガミックスさんは、指差し確認かメモ書きしますということで、今日すごくね多かったです、指差し確認それからメモに取るっていうのがね、はい、ということでご紹介してきましたけれども、皆さん今日もねたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。それからですねリクエストたくさんいただいていたんですが、はい、西門の張り切り親父さんからいただいたリクエストね、申し訳ありません、曲のご用意ができませんでした。プラレールさんも、曲のご用意ができませんでした、申し訳ありません、またね違う曲でリクエストお待ちしております、うん、さあということで、夕焼けホット839そろそろお別れなんですけれども、明日の土曜ホットミュージックは、はい、柴千佳ちゃんの担当ですか？はい、明日は私が担当します。皆さん、はい、ぜひ朝8時39分 FM ホット839をお聞きください。はい、ちょっとね早起きして番組の方聞いてください、はい、さあそして今夜10時からのミュージックボックスは2週目ということで、鈴音さんがパーソナリティの回放送となります。ぜひ今夜10時からのミュージックボックスも、聞いてくださいね。ということで夕焼けホット839初回の放送どうもありがとうございました。金曜日ですね、ここまでのお相手は古谷香織と柴田千佳でした。この後もFM ホット839でお楽しみください。この後は東京町田インフォメーションです。